ということで、スローバードから一つ告知があります。嬉しいお知らせがございます。ですね、まあ、ここにちょっとカンペあるんでちょっと見ながら話させたんですけども、なんとスローバード、11月5日ですね、はい、大阪のね、道頓堀でございますね、はい、ほんまもんバル、まあ知らない、僕らもまあ知らなかったですけど、ちょっとしたフェスです、ちょっとしたなんかあのバルフェスみたいな感じのところのステージでの映像が決定しました。はい、新スローバード発売です。でね、が初めてだ、この中に大阪の人っていますか？大阪住んでる人います？いますか？まあいないよね、うん、いないね、大丈夫、いない、じゃあ来れないじゃん。そうなんですよ、だからあのツイッターとかで応援してください。そうですね、みんな東京の方ですか？東京じゃないよって人、おでも、でも神奈川とかもいるじゃん、東京の人、あー多い、それ以外の人、大阪の人、やっぱいない。やっぱり、手は一人手は広瀬ですね。一人上げづらいでしょ。そうですね。すみませんでした。すみません。ということで、まあ大阪でね、僕たちやるので、まあなんか11月5日たまたま大阪いるよみたいな方がいたら、そうですね、もう足を運びいただければ、基本的に無料で見れるので、ぜひお越しください。拍手。ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。でね。ちょっと一つ CD、今日発売する CD の制作秘話をちょっと一個しようかなと思って、ね、タモス君、はいはい、ね、初めて喋った、初めて喋った、さっき喋ったけど、はい、そうなんで、3曲今回収録されてるんですけど、それの2曲目と3曲目の間にこう波の音がね、はい、入ってるんですよ、はい、海の波の音さーみたいなのが入ってて、はい、それをなんと僕ら生で撮りに行ったんですよ。そうなんです、音をね、すごいすごいですよね。まあなかなかやる人いないだろう、普通みんなね、こうネットに落ちてるなんか素材みたいなのがあるからそれを使っちゃうんだけど、それは嫌だとね。そう、嫌だった、嫌だということで、すごい言ってたよね、そう、俺は絶対に嫌だって、嫌だ、そう、嫌だから変わりたい、撮り行っちゃおうよっつって、ちょっとお手伝いいただいてね、そう、知り合いの方にお手伝いいただいて、夜中12時ぐらいだっけ、12時ぐらいに、ね、深夜立ち入り禁止のフェンスを越え、よくないね、砂浜へダッシュし、よくない、そこでもうヒヤヒヤしながら撮ったっていうことで、パソコン持ってもう、そう、してるよ、前をこうしっかりこうね、風の音とか入らないようになんかタオルとかかぶせてさ、やったんです。で、それで結果なんとすっごいいい音が撮れて、めっちゃいい音、本当に撮りに行った回あったよね、あれはね、めっちゃもう、だってもうすごいもんね、うん、すごい、もう右から左から前から後ろから波がボキャヒント、え、言葉が全然出てこないですね、すごいとしか言えない、すごいとしか言えない、綺麗なんですよ、はい、そうなんですって、そんなね CD、 本当に波の音注目して、注目、うん、ちょっと波の音に注意して聞いてほしいですね、本当にあれすごい綺麗だからね、ということで、あの盛り上がってますが、その波の音はボツになりました。そうなんですよ、ボツになったんですよね。